はい、こんにちは、ガサガサフィッシング佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。あれからね、もうちょっとさらに上流の、内湖にも完全に入ってきました。でここでどんな感じでね、魚たちが出てくるのかっていうのをちょっとやってみたいと思います。でこれが内湖ですね。まあ、ここまでもし来てればね、確実に入ってきてるんだなっていうのが分かるんで、やってみます。どうやろうな、当たり来るかな。まず第一投目は当たり来ないね。運が良ければね、一発で来るんだけど来ないね。来た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 。お、カネヒラだ。あんなに沖の方でカネヒラです。久しぶりかな、このそうだね、久しぶりだな。もう当たりの出方がね、全然違ってね。はい、釣れたのはカネヒラでした。でも綺麗なオスですね。もう結構大きい、岸から10メートルちょっとぐらい離れたところでね、食ってきましたね。もしかしたらあの貝探してね、産卵中なのかもしれないな。もう基本的には結構ね、岸際をね、こういう河川では、河川や内湖ではね、いるんですけどね。よかったです。いや本当にカネヒラは綺麗だね。もう今は全国でね、見られる魚になっちゃったんで、ちょっとねこの希少価値みたいなのね、薄れつつある魚なんだけど、でもそれでも本当はね、本来この琵琶湖にもね、ずっといる魚なんで、ずっと紹介してるんですけどね。とても綺麗な大型のアケイログナタス属のタナゴですね。一番上の針で食ってきたね。カネヒラ、岸際ね、岸際カネヒラいっぱいいそうやね。カネヒラのメスですね。はい、綺麗なカネヒラのメスです。もう産卵どうなんだろうな、終わったんかな。はい、釣れました。今もう巻いてくる、もうここね、2メートル3メートルぐらいのレンジのからこっち足元まで、多分今カネヒラいっぱいいると思うんで、ちょっとやってみます。まあそうは言ってもブルーギルもね、多分結構混じってると思うんで、あれなんだけど、ちょっとやってみようかな。産卵管はどうか、あ、産卵管あるね、伸びてるな。これ見えるかな、産卵管ありますね。ちょっと絞ってみます。出ないね。はい、でまたこれタナゴのね、人工授精の方法とかね、また春になったら、チャンスがあればいろいろ紹介したいと思います。なんかデメモロコ釣りのはずだったんだけど、カネヒラになっちゃいそうだな、このままいくと。ちょっと試しにこのもう竿と同じぐらいの長さで足元に落としてみます。
すがに釣れないかこれ。さっき一回ねその辺でねキラッてね一回ね光ったのはね見てるんで、なんかいてもおかしくないなと思ってんだけど、十分いるかなってとこなんだけど、ちょっとだけピッてこの辺で、おきた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 、ブラックマスだ、ブラックマスだ、狙ってたか、よいしょ、スレやね、突っ込んできたな。はい、ブラックバスです。いるんやね、タナゴと同じところにね。お、当たってる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 、あれ、あー出た、なんやろな、タナゴなのかブルーギルかバスか、なんやろうね。おお、来た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 。あ、外れた。ハプレイヤーさんをまだ落とすとかやったよ。持っとこ。ここやと多分近い。あ、来た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 。うっく。ほいっ。金平だ。金平でした。やっぱいるね。のこれちょっと産卵管圧搾してみようか、出ないねこれもね。でまあ人工受精するときはもうほんまにねちょっとお腹ね軽くやって、おお来た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 、あ、だだだだ、触って卵はねプルンってね出てこんかったらもうそれ以上絞んないでください。で、まあ、確かにきつくやってね出てくる時もあるんですけど、そういう時はもう卵がね成熟してない場合が多かったり、あと血が混じってたりとかねして、あまり質がいいとは言えないんで、でも本当にね準備ができて産むよっていう状態なやつは個体はもう本当にちょっと触っただけでもうブルブルっとね産卵管の方まで卵が出てくるんで、そういう状態のメスを使うと、効率よく卵をねゲットすることができるかと思います。これダメかな、もう餌がボロボロやから食わないかな、付け替えよう、よしちょっと面倒やけど付け替えよう。いなくなっちゃったね、群れだねこれね、本当にねそこなんですけどね。今立て続けに食ったけど、もう行っちゃったかな、多分この岸際をね、多分イメージだけどね、勝手なイメージなんだけど10匹前後の多くて30匹40匹ぐらいのね群れでこう行き来しながらね餌をついばんでやってんじゃないかなって感じですね。止まっちゃったね、ちょっと移動してみようか。入れはもうすぐ食ってくんだけどね、うまくそれに当たると結構簡単に釣れるね、まあ、とはいえ金平も多分これからもう一段階ぐらい冷え込むと少しね姿を消し始めちゃって、まあ春先までねちょっと出会いにくい魚に変わってくるんですね。なのでまあこの季節が最後かなってところだな。こっちもいないね。来た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 、おお、ビワヒガイでした、やっとここで来たね、ビワヒガイ。ちょっとまだね
子供やけど、まあ綺麗なベア被害ですね。はい、ビア被害でした。よかった。やっぱね、いることはいるんだね。でもこんなね、ないこの内側までね、ビア被害入ってるんですね。よかった。はい。結構ビア被害はどんな本を読んでも河川内には、あまり侵入しないってね、いうのは、まあ、一般的な見解なんですけど、まあ、そうは言っても上がる個体もね実際にはいて、琵琶湖から、10キロちょっとぐらい離れた河川のね、流入河川の上流部にも実際に琵琶被害、何度かそういうところでもね取ったことあるんで、まあ上がることは上がるんですね。そういう個体も実際にはいると。ビア以外こういるんだったらやっぱデメがねいてもおかしくないなって思うんだけど、もっと思いっきりフルキャストしてみようかな次。本当にねど真ん中の方狙ってみて、それで当たりなければもうちょっと終わりにしようか。今回これ全部合わすと、下と入れるとデメモロコ、ギンブナ、モツゴ、それからちょっと上に来てデメ、ギンブナ、ニゴロの子供かな、一匹だけ落としちゃったんですね、ワカサギ、そしてさらに上に来て、あと真ん中でブルーギル、そしてここでブラックバス、そしてカネヒラ、そしてビアイガイ、9種類か。まあまあね、いい成績やね。でもあと一番下なんかのところは、ちょっとね釣り方を変えたりね、ポイントちょっと移動すると及川はおそらくいるかなと、あと沼秩父、東吉登りあたりはいると思います。あと鯉がね上でもここでも跳ねてたんで、まあ、もちろん鯉がいて、まあ見えないけどナマズがいて、まあ、いろんな魚がね、多分十数種類の魚たちがここのねエリアにいるんじゃないかなところですね。全然当たりないね。はい、というわけで今日は、ちょっと下流の方でねやってみたら、ワカサギ、それからちゃんとデメモロコも、関のね水門より上まで上がっているということが分かりました。で他にもまたブルーギルとかね、こっちのブラックバス、そしてカレイラ、そしてビア被害もね上がってるのが分かりました。で完全にもうここから先はない子なんですけども、そういったところにも、こういった魚がいるということですね。で多分これがまた春先から、初夏となってくるとまたね魚が違った魚が見れるんですけども、またそれはその時紹介したいと思います。というわけで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録とグッドボタンもどうぞよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。また今度。それでは。おー。はいだ。